ちょっと旅してくる。あとことはよろしく頼むんだ。あんた花城さんっていうのかい。関東公弁取り調べ。あれやられたら次の日は引っ越したたんだ。懲役というのは人間以下ぞ。人間以下に人権なんかなか。1、2、3、4、5、6。はい、次。これから世の中出ていこういうヤクザが、こんなところで牙抜かれたりしたらダメです。戦うんですよ、正論で。遅い。はい、懲罰になるって分かっとって、あげるバカがどこにおりますか。よしだ。部長さんに会うのってできるとですか。そうだね。何食べたいですか。まあ、ウミガメの産卵見るより難しいかね。おめでとうございます、部長さん。早く社会へ行ってください。本当にどうもありがとうございました。出らん方はよかとじゃなかか。藤吉さんが帰ってくるのを待つんだって。藤吉さん、会えましたかね。あんたはな、19年も刑務所におったから、今の世間のことなんか何も分かってへんのよ。いつまで刑務所ボケしてんのかね。違うんだよ。そうやって自爆したらしい。あのずっと手紙を書いてたあの人にも会えずに。ああ、やっと立ち直ったと思ったのにな。刑務所で19年苦労して、それでやっとシャバに出たと思うたら、なんとかわいそうな人生かと思うですよ。本当ですよね。辛い話やね。ちょっと太ったかね。あ、そうかもしれん。でも元気そう。風邪一つひかんばい。そっちはどうだ。うん、元気でやってますけん。会長さんたちみんなも変わりないか。会長さんは元気やけど。どげんしたとや。いつももらってるお金が減らされたとや。はい。お前には苦労かけるな。何言うとですか。私はいつまででも待ち続けますけんね。時間です。元気でな。はい。翔子さん、切ないのは私も一緒です。何ですか吉岡さん、ため息なんかついて。うちの会長もいろいろあって、妻や若い者たちの生活が苦しくなってきてるみたいで。でも吉岡さんは会長のためにここに入ってきたんでしょ。ええ、会長には義理があるんでしょ。私のことはどうでもいいんですが、せめて若い者たちの面倒ば見てもらわないと。どう入ります。さあ、はった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 は
小林を願います。小林を願います。入りました。そう。こいつの面倒を何とか見てやってくれんか。こいつのことを一丁前の男にしてくれんかの。この通りや、頼むわ。何をされるとですか。わしごときにやめてください。会長に頼まれてわしが断るわけなかとです。会長に死ね言われたらわしいつでも死ねますけ。どうぞ頭ば開けてください。わしの力ごとき大したもんやなかですが、会長の言うことやったらどんなことでも喜んでやらせてもらいますけん。おか頼まれてくれるか。わしがこの世界で親と仰ぐのはこちらの親父さん一人です。本日から至らぬながらお世話させていただきますけ、よろしゅうお願いいたします。アホ、お前も末ちゃんちゃんと挨拶せんかい。よろしく頼みます。その義理をずっと守ってきとるのか。こんなに立派な子分を持ってるのに会長さんは。いえいえ、わしはただのバカですけん。改心してくれればいいのにな。わしもそう願っております。第二次世界大戦によるアメリカ軍の空襲によって福岡も例外がなく焼け野原となっていた。そんな約束した覚えはなかったよ。そんなインチキだ。なんじゃと。ふざけんな。おい、おい、から石井さん、ほんまの話、お湯を注いだらラーメンができるんですよ。嘘じゃないってば。できっこなかったよな。ラーメンはでかく鍋で茹でて、ほんで丼に移してできるもんだよ。石井健次郎は強盗殺人罪により死刑囚として26年間
福岡拘置所に拘留されていた。死刑の執行は土日を除き午前8時から8時半であった。8時半からの運動が始まるとその日は死刑が執行されないという意味である。石井さんはね、洗濯機もない言うとるですよ。そんなな、お前機械が洗濯やらお前するわけがなかろう。石井さん、あんた死刑から無期懲役になって何年入っとるですか。そうやな、今年で30何年になるかな。出ろ。死刑執行によって連れ出されると恐怖のため歩けない者、または一人一人に挨拶をしていく者、暴れて房内から出てこない、それぞれである。死刑執行日は全く本人に知らされない。死刑囚は毎日毎日午前8時から8時半が生死の分かれ目である。運動。30何年経ったら洗濯機いうもんができてね、その箱の中に水と洗剤入れとけば勝手に洗濯してくれるんですよ。で現にね、みんな着てるこういう作業服も洗濯工場でみんな洗うもんじゃ。そげな嘘に騙されるわしじゃなかよ。そげんこと言ってわしを担ごうとしたってこれダメだよ。そしたらあれでしょ、福岡刑務所からこっちに移送されるときに博多の町見よったでしょ、うん、そん時もいくつも何十階建てのビルが建っとったでしょ。いやビルは3階建てまでしかこれないはずやって。そんなな、何十階建てのビルなんかお前あるはずがないよ。護送車の窓から見たでしょうに。いやいや、カーテンこう全部閉められとったから、外は見れんかった。よし、出てこい。石井の共犯である西は恩赦をもらえず、当日死刑を執行されたのである。おい、何がおかしい。石井健次郎は熊本に移送され、平成元年3月、70歳で仮出所し、現在は仏門に入っている。Yeah.
北陸の河内組長射殺事件の実行犯である大阪旗組組員田中誠二は15年の刑で服役していた。その田中が岩本という男に作業中突然襲撃されるという事件が起きたのである。灼熱